がやっているブランドで、はい、今日は GMT さんにお邪魔してまして、はい、時枝さんにちょっと、はい、僕が気になっているブランドが、お取り扱いがあるということで、はい、このお話を伺っていきたいと思います。今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。でまずちょっとそもそもパリスって書いてあるんで、はい、フランスのブランドなんだろうなっていうのはなんとなく想像つくんですけど、はい、読み方がちょっと、はい、ジャック・ソロビエール。ジャック・ソロビエール、はい、へえ、そうなんですね、はい、この UES とかは読まないんだ。そうですね、わかりました。ジャック・ソロビエールっていうブランドで、まあ簡単に言うと結構カジュアルな靴が多そうなイメージなんですよね。はい、そうですね。で中でもちょっとこだわったというか、はい、独特な顔をした靴が結構多くて、はい、そこにちょっと魅力を感じております。はい、で、なんとなくちょっとどういうブランドなのかっていうのをぜひ、はい、ご説明お願いしたいんですけど、はい、一応簡単に言いますと、はい、ジャック・ソロビエールっていう女性のデザイナーの、この人、はい、はい、そうです。あ、アレクシア・オビエールさんという女性がやっているブランドで、はい、へえ、はい、じゃあ2014年にブランド立ち上げてるんですけど、あ、じゃあ割と若いブランドなんですね。そうですね。で、2014年に、始まる前には、ルブタンでアシスタントもやっている出た、ちょっと経歴がある女性の方で、あ、そうなんですか。独立されてご自身でブランド、はい、そういうです、ね、へえ、なるほど。で靴の特徴とかも結構説明すると本当にこう見えるようにこういった感じで、このフロントの部分をつまんでるデザインが割とまあこのブランドのなんとなくアイコンというか、ね、そうですよね、はい、これよくインスタで見ますけど、すごい面白い作りされてるなっていうのを思ってました。一応モデル名はマットっていうタイプで、はい、これ1枚なわけですかね。そうですね、はい、はい、この辺は全然みたいになってて縫ってなくて、はい、そうなんですよ。パッとこう開きながら、ちょっといいですか、お借りしても、はい、開けるように、そう開くとこのまあタンとアッパーがなんとなく1枚になってるような、そうですね、なってるタイプになってて、はい、なんか包み込んでくれそうな感じしますよね、はい、足をっていうところがまあ多分一番有名どころというか、そうですね、なんですかね。でモデル自体も一応同じカラーのやつで、はい、キルトが一緒に付属でついてたりはするので、え、全部ついてるんですか。そうなんですよ、飾りがちゃんとこう取り外しができるんで、あ、ちょっとしたこうポイントにもなるんですけども、これ今ちょっと載ってないか、あ、ごめんなさい。それはじゃあちょっと画像とかいただければ被しておきます。箱の中に入ってます。そうなんですね。ちょっとお見せします。面白、はい、そうで、なんとなくこうカジュアルな靴が多い中、ちょっとサンダルっぽいのがあったりとか、はい、厚底っぽいものがあったりとか、まあ、あと多分今っぽいスニーカーがあったりとかっていう感じですね。ジャック・ソロビエール自体が結構伊勢丹メンズ、はい、新宿伊勢丹メンズを筆頭に結構百貨店とかで今、卸を今始まっている状態なんですけども、はい、その中でもこう規模としてちょっと大きく出してるのが伊勢丹メンズで、はい、その中でもやっぱオールシーズンとしてかなり長く使っていただいて、かつこうやっぱさっきのこのトップの部分のちょっと面白さといいますか、はいはい、ね、ここ特徴ですよね、はい、っていう部分も含めて結構今お客様に一番伊勢丹メンズの中で人気のモデルで、そうですか、そっか、確かにスニーカーはそんなにあれですね、その季節性ないというか、そうですね、うんうんうん、特にそのスウェードとかもそんなにこう難しい色味とかを出してるわけではないんで、はい、確かに確かに、はい、比較的足元をこうちょっとこう軽めな、はい、そのポイントとして扱えるにはかなり使いやすいカラーを、そうですね、扱ってたりとかするので、はい、で納得です。まあ、なんとなくそういうそのルブタンにいらっしゃった方がデザイナーをされててみたいなところが、ご理解いただけたんじゃないかなと思うんですけど、はい、あと個人的にもちょっとこれ、はい、すごく気になってたんですが、はい、一応紐がついてる紐靴ではある、はいはい、そうですね。ただ結構、履き口が、まあ、広めで、広めで、はい、まあ、底周りも結構重厚な感じだったりとか、そうですね、はい、厚底なんですけれどもめちゃめちゃ軽いっていう、そうですね、はい、結構履いた時のシルエットとかは、はい、割と上から見た時は結構ボリューム感出るんですけど、うんうんうん、横から見た時のシルエットとかも、はい、このラグソールがあるんでちょっとボリュームあるんですけど、確かに全体的に履くと結構小さめな木型ではあるので、あ、そうなんですね、はい、結構パンツと合わせたりとかした時に結構細身に見えるなとかっていうのもお客さんから声をいただいたりするので、はいはいはい、結構面白い靴だと、うん、あ、そうなんですか、はい、可愛いですよね、単純に、そうですね、今までなかったというか、そうですね、この上の部分もなんか一枚こう、はい、パイピングというか、そうですね、ちょっと
あの皮を乗っけてっていう感じになるんですけど、そうですよね、でうまいこと縫い合わせていて U チップみたいな見え方になる感じかなと思うんですけど、うん、すごくカジュアルな U チップに、まあ、近い感じ、はい、オートシューズみたいな雰囲気はあります。そうですね、で皮もちょっとだけしぼめがあって、はい、はい、まあ柔らかや、まあ、あの触った感じすごく柔らかいっていう、ね、はいはい、これをですね、まあ、インスタでちょいちょい見て、あ、本当ですか、そうなんですよ、本国のアカウントだと思いますけど、はい、いやなんか面白い靴を作られてるなっていうのでずっと気になってたんですよね。そうですね、これも、はい、ちょっと近いような、はいはい、ボリュームのある靴なんですが、モデルストラップがついてる、はい、ちょ、トミーというトミーで、はいはい、この衣装、このさっきの YouTube みたいなところの衣装は一緒なんだけど、はい、ストラップ1枚、はい、シングルの文句がついてるタイプになってて、はい、ですね、これは結構あのうちでも割と去年の秋冬からやってたりとかしてたりなんですけど、あ、まあ、比較的あのこの飾りの部分とかも、うん、結構シルバーとかではなくてちょっとこう金に近いような、確かに確かに、なんか真鍮っぽい感じしますよ ね、 そうですね、なので結構こうあの女性らしい、うん、あの印象とかにも足元がしっかりとこれで演出できるので、はい、若いお客様とかが結構あの反応が良かったあそうですかモデルではあります、ね、いやそうですよね、はい、なんか若い方があの選びそうだなってい う、 い、 やいい意味でですけどありますね、はい、こっちはそこはこうクレープ、あ、そうクレープソールか、はい、うーん結構クレープで結構柔らかいですしクッション性もしっかりあるんですけど、うんうんうん、アッパーも結構脂肪側なんで、はい、もう本当にリラックスして履いていただける、いやそこがいいですよね、はい、確かに確かにめちゃめちゃあの弾力ありそうな感じ で、はい、でさっきのモデルもそうですけどこの底回りこれはちょっとこうなんかストームウェルトみたいになってて、そうですね、ちょっと重厚な感じ、ウェルトがちょっとついてるモデルにはなって見栄えはちょっとこうボリューム感がちょっとそうですね、出るようなアイテムだと思うんですけど、はい、こっちはあれですね、あのステッチが白なんで、はい、ちょっとこうあのよりカジュアルな印象というか、そうですね、はい、目立ちますよね、はい、いや面白い、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと先にこっちのサンダルの方も、はいはいはい、ビアリッツというモデル名になるんですけども、はい、これ1枚でこうぐるっと回っていて、でこのステッチダウンとおっしゃったのはこのアッパーの部分がそのままそこにこう縫い付けられてるみたいな、はい、で中底、はい、まあ、インソックというかもうこれ全部スウェードというか、はい、使っているので、はい、なんか足当たりとかもなんか面白そうだな、そうですね、気になりますね、結構素足で履いた時とかは結構こうスムースのつるっとした革が底面になると、はい、ちょっとこう汗で滑りやすかったりとかっていうのがあるんですけど、はいはいはい、スウェードになることでそういったこともないですし、うん、あとはその一枚側に作られているこのクロスの部分になるので、はい、あの足当たりとかも変に窮屈感もなく履いていただけるっていうのもかなりこうポイントな一足になります。いやこう単純にデザインがまず面白いですよね。そうですね、かわいいですよね、うん、そうですね、かわいい、本当その通りだと思います、はい、っていうのでこっちは底回りは、まあ、これ以前阪急メンズ東京さんでちょっとご紹介させていただいたことあるんですけど、はいはい、まあ、すごいナチュラルな綺麗な仕上げっていう、はい、サンダルですね。そうですね、はい、ありがとうございます。でネイビーもありますよと。ネイビーも、はい、はい、あとは白と黒も一応あの展開自体はあったんですけども、うん、なるほどなるほど、はいはい、ちょっともう一度改めてご紹介なんですが、はい、ここで、一枚の皮をつまんでる、はい、そうですね、はい、で、まあ、後ろから見るとこうここがこうキュッとなっているということですね。でこれはあれですかね、底回りは結構シンプルというか、そうですね、はい、セメント製法のゴム底のタイプになる。あ、そっか、あ、これゴムなんだ、はい、はいはいはい、これゴム底ですね、はい、革靴とサンダルの中間というところが、あ、いい表現かもしれないですね、はい、足元露出しにくい人とかは結構ここからスタートしてもいいんじゃないかなと思います、ね、まあ、ちょっとしっかりめの革靴の例えばローファーとかだと、はい、まあ、あの例えば硬かったりとか、はい、ちょっとこう見た目ガチッとして重めだったりとかするところもあると思いますけど、はい、まあ、底周りも結構薄いし履きやすいし、うん、こう割とカジュアルに合わせやすいみたいな。そうですね、だいぶこうカジュアルに寄った革靴っていう、革靴って言っていいのかちょっと分かんないですけど、 でもすごい使いやそうですよね。そうですね、春夏おもちゃみたいな靴、ね、いや確かに確かに、ポップな雰囲気もある、ね、ポップな雰囲気ありますね、はいはい、こんなベージュの色もあったり、はい、ちょっと黒、はい、黒のこれは、はい、片押しですかね、はい、はい、でこれさっきの白の片押しですね、はいはい、っていう、これも多分インスタでよく見るので人気のあるモデルなんだろうなと思ってます、はいはい、じゃあちょっとその流れでこっちの、はいはい、紐靴エドワルド、エドワルド、はい、はい、こっちもちょっと底回り重厚な
そうですね、はい、ベルト立ち上がってる系の見た目なんですけど、ここが今までのものと同じように、はい、そうですね、つまんで、やっぱこういうちょっとがっつりしたこうドレス靴っていうのをオマージュさせた靴っていうのもこのブランドの背景の中ではかなり大事にしているコンセプトなので、はい、そういった中ではもうかなり一品な一足かな。全体のボリューム感と相まって、はい、さっき言ったそのこのつまみの部分もちょっとこう可愛さがアピールできる靴ではあるので、うん、いやそうですよね、はい、そう結構そこまでしっかりしてて、まあ、一見パッと見ちょっとごつい革靴のような感じなんですけど、はい、ここを見せられちゃうとは可愛いってなりますよね。そうですね、うん、そこが面白いよな。やっぱこう最近こうお仕事以外で履く革靴っていうところで選ばれるお客さんも多くなった中で、はい、プレーントゥーだったりとか、はいはいはい、まあ、ちょっとこうポイント出して U チップとかが多いんですけど、うん、ちょっとこう全体的にありきたりだなっていう風になってきた中での一足としてはかなりおすすめではありますね。いやめっちゃわかります、はい、確かに確かに遊び心ありますね、はいはい、面白いデザインから面白いですね、はいはい、あとこういう、はい、まあ、ちょっとベルジャンシューズみたいな、そうですね、はい、デザインのものジャックスっていうモデル、ね、これジャックス、はいはい、でこれはこれあれですか、ね、はい、JS って書いてあるのかな。そうですね、ロゴというか、はい、あれの一番の、はい、頭の文字のところのデザインなんですけど、はい、まあ、比較的フラットに履いていただけるタイプで、うん、結構あの底面の絞りも結構効いてるモデルになるので、はい、本当ですね、はい、全体的にこう上から見たシルエットもすごく綺麗、はい、すっきりしてそうな感じ、はい、納得です納得です。もうシンプルなのでこの夏そうですね、これ黒もあるんですか。はい、黒もあったんですけども、ね、ちょっとイスタンメンズだとちょっと今もう在庫がなくなってしまって。あ、なるほどなるほど、申し訳ないです。同じこの革と一緒のタイプ、はい、そういうことですね、はいはい、じゃあちょっと最後スニーカーに、はいはい、これもさっきちょっと見せていただいたんですが、はい、もう同じくですね、はいはい、同じくつまみのモデル、そうつまみのモデルで、ね、まあ、スニーカーの底がついていて、はい、紐もいわゆるスニーカーのこう紐みたいな、そうですね、太めのものがついてる、はい、はあ、結構こういうあのフラットなソールのスニーカーっていうのが、はい、各社もういろんなちょっとこう試行錯誤して作ってる中で、はいはいはい、まあ、ちょっとこうワンポイント欲しいなっていう風になった時の一つとしてかなり使っていただきやすいんじゃないですか、うん、ね、そこですよね、はい、結構やっぱ今その海外のハイブランドとかでもスニーカー作ってるとこ多いと思うんですけど、はい、やっぱりこの見た目はすごい特徴的ですよ ね、はい、そうですね。どうしてもこうありきたりになってしまうスニーカーが多くなる中では、こういったものでちょっとこう足元遊んでいただいてもいいのかな。いや納得です、はい、スウェードスウェードの、はいはい、ベージュ使いやすそうな色ですね、はい、なんかもう色物としてはすごく使いやすいカラーの中、うん、ありますね。そうですよね、確かに確かに。ネイビーというネイビー、はいはい、ネイビーの何かもございますと、はいはい、で最後ちょっとこれはまたハイカットのスニーカーというか、はい、なんていうんだろう、はい、ちょっとそうですね、ミドルカット、はい、あ、ミドルカット、はい、ヤズっていうモデルになりまして、はい、これ一応、今期から入ってきたばかりのアイテムなんですけども、まあ、結構バックのこの部分とかもちょっとこう本当だちょっと遊んでますね、キルティングみたいな感じになってなったりとか、はい、まあ、前面の部分のこのフロントの作りとかもかなり面白くなってますね、うん、そうですね、さっき その、 あの最初にご紹介させてもらったモデルの、はい、この一生なんか踏襲してるというか、はいはい、そこをこうグッと伸ばしてあの紐を通してるみたいな感じですね。そうですね、はい、ちょっとこうスポーティーになりすぎない感じはあるので、ああ、なんかこう品のある、うん、あのハイカットだな、ミドルカットだな、はいはいはい、納得です。っていうのがこのベージュと、これブラックですかね。あ、そうです、はい、はい、黒がございます。よく見るとっていう感じですね、はい、はい、今一通りモデル見せていただいたんですけど、お取り扱いは百貨店さんがメインという感じ。はい、そうです、一応紳士が、はい、一応ベースとしてかなり多くご用意しているのは伊勢丹メンズ、はい、新宿伊勢丹メンズと、うんうん、本当にちょっとごくわずかにはなってしまうんですが、はい、阪急メンズ東京にも11番あったりします。はい、で
婦人靴も一部お取り扱いあるんですけども、はい、そこも一応阪急梅田だったりとかが、まあ、ベースとして置いてあるかなと。大阪の方、あ、はい、婦人もあるんですね。そうなんですよ。単純にサイズが小さいとかそういうことですか？一部モデルもちょっと変わったりするんですが、まあ、基本的には、ご用意しているもラインナップはと似てるみたいな、うんうん、まあ、この特徴の部分が、まあ、ね、タイプになります、ね、はい、耐えてるっていう感じですね。一応そのサイズ展開もお聞きしたいんですけど、はいはい、一番小さいサイズで39で、はい、一番大きいサイズで43っていう39から43のサイズで、うんうんうん、基本は、各ご用意はございます。さっき婦人もあるとおっしゃってたのは、例えば、足の小さい方がちょっと婦人を履いてみるみたいなこともできなくはないっていう感じなんですかね、はい、まあ、できなくはないですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、もうめちゃめちゃ可愛いブランドで、あの主要な百貨店さんに、お取り扱いがあるということなので、はいはい、ぜひこう実際足を運んでいただいて足入れしてみていただくのがいいかなと思います、はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ失礼します。